はい、皆様こんばんは。仏教神学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今回の動画の検証はですね、こういう検証でございます。はい、クエスチョンマーク。今さら家庭訪問の徹底、クエスチョンマーク。止まらない法華経を家庭訪問しないクレームの発生する原因は何かと、まあこういう検証をですね、やってみたいと思います。はい、でこれはどういうことかと申しますと、はい、令和5年2023年4月号第1年に載っておりまして、これは2023年3月4日、日蓮生誕800年慶祝記念総会が大石寺の甲府坊で開催されたという記事が載っております。はい、で、その第1年、これですね。令和5年4月号第1年。はい。この記事なんですが、ここに載っております。宗祖日蓮大聖人ご生誕800年慶祝記念総会ということで載ってますね。はい。ここで、まあ、このどういう行事が行われたかっていう、第1年にこう載ってるわけなんですよ。はい。はい、それでですね、ずっと見てみますと、今後ですね、まあ、日のホスの説法もあるわけですが、まあ、こうやって、まあ、法華経の役員がですね、まあ、いろいろな話をしてるわけですよ。はい。ここが、まあ、注目点だけです。はい。で、この大石寺甲府坊で開催された、この日蓮生誕800年慶祝記念総会に出席したのは、日蓮法師、それから総監重役集会議長、能家。能家というのは、日語がついてる人たちの僧侶ですね。それから、衆務院の部長、副部長、慶祝記念局委員の僧侶、ですね。それから、信者さんは、法華経連合会委員長、副委員長、大石寺総大、地方部長、連合会幹事、全国各法華経支部高等、それから代表信徒の724名が参加したということなんですね。はい。だからまあ、全法華経員を集めたわけじゃないみたいなんですよね。で、まあ、これはコロナ禍を口実にした2年遅れの日蓮生誕800年慶祝登山会の初日の総会ということで、行われたんですが、といっても法華経員に号令をかけて結集したわけではなく、代表信者のみの出席ということになってるわけですね。で、まあ、一般の信者さんは登山ノルマのまんまに大石寺に参詣して金を絞り取られるだけなんじゃないかと。はい。いうことのようです。で、日蓮法師、まあ、いろいろ説法してるんですが、相変わらず、釈仏やれとか、四神具法のワンパターン説法の繰り返しなんですよね。日蓮法師の説法は、まあ、ここに今載ってるわけですよ。はい。宗祖日蓮大聖人ご生誕800年慶祝記念総会の見切りということで、日如聖人芸家お言葉ってこれ載ってるわけですよね。まあ相変わらずそのワンパターン説法なんですよ。はい。ところが、この中で法華経連合会の委員長副委員長が話をしてるんですよ。矢沢副委員長の先生という中で、甲中隅々にまで家庭訪問を行い云々というのがありますね。それから関野委員長の決意で、徹底した家庭訪問の実践によって育成を強化していく。支部の全行員宅への家庭訪問の実行ということで、言ってるんですよ。はい。で、この、矢沢副委員長の話ですね。ここにこうやって載ってます。はい。決然として恥者検証の釈仏に立ち上がり、総代を根本に相続一体投資の残結を持って、この難局を乗り越えて参る。とかなんとかつってですね。
高知を隅々まで家庭訪問を行い、ご会談様のもと、血脈法のゴースト承認、経過のもと、一人でも多くの法華行為の登山参詣できるよう全力で推進を図ってまいります。と言ってるわけです。院長の関野さんですね。はい。もう同じように家庭訪問を、言ってるんですよ。はい。徹底した家庭訪問実践によって育成を強化することですと。そして、支部の全婚姻宅への家庭訪問の実行です。家庭訪問により同心の友の状況がよくわかります。その状況において激動していくことにより信頼関係を築くことができ、登山の推進はもとより吻業の励行、人材の育成、下宿先の拡大など、すべてが支部の活性化につながると確信いたします。なんて、これ言ってるんですけどね。はい。まあ、これ聞いてですね、まあ、結局、法華行連合会の委員長と副委員長が揃って、法華行委員宅をに家庭訪問実行を宣言してるんですけどね。ああ、今更、何を今更言ってんだという感じが、まあ、否めないわけですよ。そんなん家庭訪問なんか、要するに、ね、法華行、まあ、なんか昔からそんなんやるべきことで、それスローガンとして上げてるわけで、今更何を言ってんだろうっていう感じになるんですが、これやっぱり裏があるわけですよ。で、今や、このネット上、あるいはそのツイッターとかですね、あるいは仏教神学研究会にも、法華行は家庭訪問をやらないというクレームが多数発生してですね、まあ仏教神学研究会もそういうクレームが入ってきてるんですよ。はい。で、このクレームが発生して、次々と今でも法華行員の離反が続発してると。はい。で、最近ではですね、なんかツイッターで、まあ今までなんか、創価学会から法華行に入れとか、なんとかって散々ツイッターでやってきた人がですね、なんか最近になって、北極は全然家庭訪問やらないとか言って、まあなんか離反宣言みたいなことを言い始めたということもあるわけですよね。まあそういうのは続発してるわけですよ。でですね、これちょっと私も、まあちょっと注目なんですが、まあ創価学会ではですね、まあ創価学会には未活の信者とか、非活の信者さんがいるんですが、創価学会では未活とか非活の会員が、バリカツの会員や幹部に対して、なぜ家庭訪問に来ないのかとのクレームを言うってことはほとんどないですよね。聞いたことないですよね。ところが、法華行ではこの手のクレームが頻繁に発生してるんですよ。これがね、ちょっと私も注目してるところなんですよね。はい。なんで法華行でこんなクレームが発生するんだと。はい。法華行では、なんで、家庭訪問クレームが発生するのかと。なんで家庭訪問に来ないんだっていうね。そういう、まあ一般の信者がですね、そういうことをまあ、言うわけですよね。で、同時に、じゃあそれは家庭訪問しないから、そういうクレームが発生するのに、じゃあなんで家庭訪問しないのかと。いうことになるんですけどね。その原因は一体何かということなんですよ。はい。で、法華行員の大半は、ね、まあ、ここも大きなポイントなんですが、創価学会を辞めて日蓮召集に入った人たちなんですね。はい。まあ、ここが、まあ、一つの原因を解く大きなポイントなんですよ。つまり、こういう人たちは、ですね、まあ、法華行の役員をはじめとしてですね、桁業嫌いの人が多いんですよね。一般行員の信徒に、創価学会在籍時にバリカツだった人が多くいるんですよ。だから、その法華行の役員が、なんかこう、桁業嫌いの人が多くてですね、一般の、その、行員、法華行員、信者さんに創価学会在籍時にバリカツで、その、家庭訪問を自分でやった経験を持ってる人が多いんですよ。はい。で、そういう人は、創価学会だったらこういう時は家庭訪問に来るのにな、と。なんで家庭訪問しないんだろうかっていう
まあ、役員、要するに法華経の役員に出して不信を持つわけですよね。はい。それで、まあ、これでクレームが発生すると。まあ、こういうことがあるわけなんですよ。はい。なんでそんな一般の行員にそんな家庭訪問の、経験者がいて、役員になんで携帯業依頼がいっぱいいるんだって話なんですけどね。これはですね、まあ、そもそも、なんで、法華行員、つまり、創価学会を辞めて法華行に入った人がたくさんできたかということに遡るんですけれども、つまり、1991年以来の第二次修総紛争、日蓮宗主と創価学会の紛争勃発で、創価学会を辞めて日蓮宗主に入るという動きが活発化したんですね。まあ、それ以前からも、創価学会を辞めて日蓮宗主に入る人はいたんですけれども、第二次修総紛争の勃発でこれが活発化したと。で、つまり、1990年代、その第二次修総紛争勃発の初期の頃に、その創価学会を辞めて、日蓮宗主に入った人々はですね、もともと創価学会員でありながら、まあ、長い間、創価学会に不信を持っていたと。疑問を持っていた人なんですね。はい。ずっと、疑問を持っていた、不信を持っていた人が、第二次修総紛争勃発によって、創価学会を辞めて日蓮宗主に入った。つまり、こういう人たちはですね、長らく組織活動から遠ざかっていた人が多いんですよ。つまり、創価学会に不信を持って、もう、卑屈とか未活になってたわけですよね。はい。で、創価学会を辞めて、法華経に入った。日蓮宗主に入った。法華経に入って、要するに寺院の活動に出てくるようになった。まあ、お寺の教授とかですね、に出てくるようになったわけです。で、90年代、つまり第二次修総紛争勃発初期の頃に、こういう人たちが法華経の役員に登用されたわけですね。で、登用されて、この人たちは多額の供養金を寺院に納めたと。まあ、納めない人、納めなかった人もいるんですけどね。納めた人が多かったと。で、結局、こういう人が、ケタ行とか、作服なんか全然やんなくてもですね、まあ、役員、法華経の役員として、ずっとその地位にいると。安住してるわけですね。はい。まあ、そういうことが、起こったわけでございます。はい。それで、創価学会在籍時に幹部とか、バリカツだった人で、その第二次修総紛争初期の頃に、創価学会を辞めて日蓮宗主に入った人ってのは、まあ数としては、まあ少ない。まあ全くいないわけじゃないですよ。いることはいるんですけど、まあ数としては少ない、わけですよね。まあなんでかっていうと、突然降って湧いたようにですね、日蓮宗主と創価学会の紛争が起こってすぐに辞めるというわけにはいかない。いかなかったわけですね。それは何でかっていうと、創価学会内部の様々なしがらみがあるわけですよ。役職についてるとかですね。まあ、いろんな、家族全員で、その創価学会員で、親戚もみんな創価学会員だとかですね。まあ、そういう、いろんなしがらみがあるわけですよ。はい。で、そういうしがらみの問題を、一応断ち切って、かなり後になってから、創価学会を見て、日蓮宗主に入ったわけですよね。はい。で、まあ、法華経に入ったんですけれども、最初からバリカツにはなってないんですよね、こういう人たちはね。初期はゆるカツとかミカツになったわけです。で、まあ、なんでかというと、まあ、しばらく様子を 見ていたんじゃないかなと思うんですよね。はい。で、まあ、こういう方たちは、まあ、様子見でゆるカツとかミカツなんだから、法華経の役員にも登用されなかったということですね。ところが、創価学会在籍時にはですね、いろんな役についていて、活動経験があるわけですよね。いろいろあちこち家庭訪問行ったりとかですね、いろんな組織の連携とかいろいろやったわけですよ。はい。そういう活動経験があるもんだから、逆にですね、ケタ行にらい、組織活動に慣れてない、法華経の役員にいろんな不信とか疑問を持つんですよね。そういうことが大きくあるわけなんです。はい。
まあ、これが一番大きな、理由だと思いますよね。はい。で、2番目なんですけどね。はい。まあ、搾木とか新徒狂犬などの毛多業のすべてを、法華行員に、まあ、すべて押し付けている日蓮宗宗の悪しき体質、指導性に対してやっぱり不信を持つわけですよね。まあ、創価学会も、まあ、信者さんにやれと言うんですけども、まあ、幹部っていうのは一応そういう毛多行の実績を一応持ってるわけですよね。ところが、日蓮宗宗の場合は、そういう僧侶とか、持続とかですね、法華経の役員、どう見たってこんなもん、なんか、毛多行があんまり得意じゃない。苦手な人たちに見えるわけですね。まあ、どう考えても見えるわけね。一体どんな実績持ってんのと。ほ いで一方的に、毛多行の全てを信者に押し付けてると。いうことに対して、非常に不信を持ってるわけですよね。はい。で、実は、日蓮宗宗はですね、まあ、かつて、まあ、この第二次宗宗紛争が起こった初期の頃なんですけれども、ホッスが、末寺の住職、僧侶に対して、僧侶が搾木やれとか、家庭訪問やれって檄を飛ばしたことあるんですよ。それはいつかっていうと、1991年7月21日の、まあ、大石寺で行われた、全国教師指導会という、まあ、僧侶を集めた、そんな会合があって、その時に、当時の、大石67世日見法師が、末寺の住職、まあ、全国教師指導会に来てるの、末寺の住職ですからね。末寺の住職に僧侶が搾木やれ、家庭訪問やれと檄を飛ばしたんですよね。そんなことあったんかよ、と。ことなんですが、実はこれ大白王に載ってます。はい、これ大白王の宿奪版でございますね。それはどこかというと、ここですね。はい。御発祖日顕上人計画お言葉、全国教師指導会の右になんて 載ってるんですよね。で、どこかっていうと、ちょうどこの下の方からですね、ちょっと長いんですけど、ちょっと何て言ってるかちょっと読んでみたいと思うんですよね。こんなこと言ってます。それから僧侶の熱意と僧侶の実践によってこそ、初めて本当の正しい立派な信徒ができるということをよく考えてください。そのためには何が一番大事であるかというと、頭より足が大事なのですと。頭より足が大事なんだと。今までは確かに僧侶として儀式、行事を執行していれば、ご本尊様にご供養がお供えされました。また、信徒の方も、搾木とは自分たちでや、すべてやるのだから、坊さんは下手な口を出さないでもらいたいということでした。つまり、これは要するに創価学会のこと言ってるわけですね。創価学会の、まあ、宗祖和合自体は、まあ、創価学会は信者に口を出さないでくれっていうふうに、まあ、日蓮宗宗に言っていたってわけですね。それで余暇も取れるということで、僧侶の側がね、余暇も取れるということで、かえって暇を持て余していた者もいたようです。暇を持て余していた僧侶も、まあ、いたと。しかし、今日はそういう時代ではないのです。つまり、その日蓮宗宗と創価学会の紛争が始まって、もうそんな時代は終わったんだと。今の創価学会のあり方に疑問を感じて、このようなことでいいんだろうかと思っているご信徒の方々が、数としての現れ方は少ないかもしれないけれども、全国各所におるはずであります。皆さん方の寺にも少なくとも1人や2人は来たはずです。多い寺では100人を超しているところもあります。そのような方々が相談に来た時には、温かく、相談に、乗ってやっていただきたいのです。そして、その方々が意を決して直属信徒、つまりお寺の、要するに創価学会を辞めて寺院の直属信徒になった時には、本当に心からその方々の信心の確立、さらに信仰の増進のためにできる限りの努力を払うことこそ、今日における僧侶のご奉公の姿であります。そのためには、先ほども申しましたように、まず足が大事です。頭でいくら考えていてもダメなのです。
直接その信徒の家を訪問し、一緒にお題目を唱え、場合によっては一緒に吻行をし、そしてあなたの信心を私が絶対に守ってあげますから、安心して直属信徒として事業受けたの道に進んでくださいと力づける。また場合によっては一緒になって双方正義のために必要な人々に対して正義を説き釈服をするということが大事だと思うのです。そのように実践していくことにより僧侶の境界が不思議に開けてくるのです。自分一人だけ選ぶって座っていても動かなければダメなのです。もっとも年寄りの人は仕方がないけれども、少なくとも50代以下の人はどんどんと歩いてもらいたいと思うのです。まず足を持って一歩を進める。そこに僧侶の境界が開け、共同の力強い生命がその方の命の中にみなぎってくると私は確信するのであります。実は私も昔法華経を手掛けて自分にもそういう経験があるから申し上げておるのでありますとこんなこと言ってるんですよ。つまり、まあ、日経法師は昔法華経を私は手掛けたんだと。で、私もその信者のうちを訪問して、まあ、いろいろ家庭訪問してやったんだと。だからあんたたちもやれと、まあ、こういうことを言ってるわけですよね。はい。しかしこれに聞いてどう思いました、これこの通りやってる僧侶っているいませんよね。ほとんどいないに等しいんじゃないですか、これで、まあ私もね、この日経ホスの、まあ、説法ってのは私当時から聞いて知ってたんですよね。うん、なんか僧侶は動くんかなと思う。全然動かないわけで、結局ね、まあ宅お香ってあるわけですよ。その信者さんの家行ってお香をする、説法をするとかですね。あるいはお盆の時にその信者さんの家を回るお経回りってあるんですけどね、結局そういうことをやっただけに過ぎないんですよ。しかしまあそれすらもうやらない住職も多数いたと今でもいますよね。まあとにかくまあこれも老僧に多いみたいですね。まあ若い僧侶でも全然やらない僧侶もいるということなんですよ。結局どういうことかっていうと、松寺の寺院住職も僧侶も持続も法華経役員も桁行二来が圧倒的に多いわけですよね。で、そのしわ寄せを無条件に一般の行員に押し付けてるわけですよ。お前やれお前やれと言ってね。はい。で、結局その一般の行員には過去にその創価学会で活動経験のある人だったから、多いから、何自分たちは何をやってるのということで不信を言うわけですよね。何家庭、自分たちは家庭訪問に来ないじゃないかなんていうふうに言うわけですよ。で、こんな感じですからね、日蓮宗宗僧侶持続法華行員の桁行二来の体質はですね、そんなね、まあこういうね、なんていうかこの厳粛記念総会の決意発表だの制約だのってこんなところで発表したところでですね、ね、なお変わるわけないですよね。そう簡単にそんな体質って変わらないですよ。だからまあむしろですね、まあ桁行が嫌いだと言うんであれば、桁行をもうやります、私はやりたくありませんと、まあ桁行を放棄宣言した方がむしろ正直なんじゃないですかね、どう思います、お客さんの方。なもん桁行嫌いなところにですね、なもん自分たちはやりたくないから人にお前やれお前やれと押し付けるより、いや私はもう桁行はやりませんと宣言しちゃった方が、もう私はそっちの方が正直なんじゃないかなと思うんだからね。はい。でありますので、結局ですね、今ね、日蓮宗宗が創価学会大会をした人の受け皿機能をまあ完全に喪失してるっていう、そういう検証を前からやってますね。で、そういう再生リストも作ってありますね。はい。
そちらの iMac のカートの中に入れておきますんで、そちらでちょっとチェックをしていただければと思います。で、結局日蓮宗っていうのが創価学会大会者の受け皿機能を創始したのは、本当は桁名狙いなのに、自らはそれを認めないで、他人にその桁、お前はやれ、お前がやれ、お前がやれっていうふうに押し付けてきたことが、一つの原因なんじゃないですかね。むしろ、1990年代の頃から、自らは、桁業が嫌いなんだと。桁業が苦手なんだと。いうことを認めた上で、今の日蓮宗とか富士門流のように 作服をやれとかなんとかって言うんじゃなくて、いわゆる小事中心でやってればですね、まあ今でも日蓮宗っていうのは創価学会大会者の受け皿機能になり得たんじゃないかなっていう気がするんですけどね。どうでしょうね。そんな。そんな日蓮宗が小事中心でやるわけないんじゃないかって やれと思うんだけどね。でもまあ、むしろそうやった方が、受け皿機能になり得たんじゃないかなと。まあ、日蓮宗とか富士門流に、まあ、信者さんが創価学会やめて言ってる人もいますからね。で、まあ、受け皿として、なんか今でもやってるみたいなんで、まあそっちの方が、まあ受け皿になり得たんじゃないかなって感じはするんですよ。でもまあ今更ね、日蓮宗が小事中心でやるなんてことはまずありえない と思うんでね。まあもう元には戻れないんじゃないかなと。まあこんな感じがするわけですよ。というわけで、このね、もう、家庭訪問を今更徹底するとか何とかって言ってんだけど、まあ、北極は家庭訪問しないっていうクレームがもう頻繁に発生してると。いうことで、なんでこんな ね、クレームが発生してんだろうかということの原因は一体何かということをですね、今回は検証してみた次第でございました。はい、ご覧になられました皆様はどのように思われましたでしょうか。またご意見をお寄せいただければ幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。